イロード第2節3戦目バッターは2番に入っている柳田。フォアボールのランナーが出ています。ランナースタート、キャッチャー2塁送球する、ナイスセーフ、盗塁成功。打ちました、痛烈な打球、これはスタンドへ入りそうです。ツーストライクです。インコース詰まりました、取ってワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター山田、今日は2つのフォアボールを選んでいます。佐藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、痛烈な打球、大きな打球になった、レフ入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。大量9番バッター松田、大きくリードしてますけど手を緩めずどんどん攻めたいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。低めの変化球でカウントを稼ぎます。すぐに追い込みました。チャンスの場面振っていきましたが三振。今日は見事な完封で白星を